何を言っても割とこう自分のために作ってるっていう部分がやっぱり大きくて、何かこの作品ですごい社会に訴えかけたいとかそういうことよりは、何かこう悩み事があるとかそういう日に毎回こう視界の端に見て、それでその人の生活がポジティブな方に向く一部になるといいなっていう感じです。ただそこにあることで人を癒すことができる彫刻を目指して、ブレイクゼリー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。彫刻家稲田郁夫、画家を目指して美術高校に進学した彼が彫刻家を志すきっかけとなった出会い、放課後に先生がその彫刻の先生だったんですけど、の自分の作品を作られていて、まあ、それの時西日がすごく当たっていて、放課後だったので影がバッと落ちていて存在感がすごくて、こんなかっこいいものなんだっていうその時の体験が大きくて、環境や時間によって表情を変える彫刻、その魅力を感じてほしいからこそ作品に込める親近感。初めて彫刻見たっていう方とかとお話しすると、どう見ていいかわからないみたいな、その受け入れやすいところだったりとか引っかかるところっていうのは多分その人それぞれに違うと思うので、ただ何かしらどこかには引っかかるようにしたいなっていう気持ちはあって、布の柔らかさであったりとか髪の毛の流れの美しさだったりとか、何か言いたそうな顔だったりとか伝わるようなとかっていう風に散りばめるじゃないですけど、いろんな見方ができるっていう風に捉えると割とプラスにできるかなっていう。誰もが魅力を感じられるように、徹底したそのテーマの裏にある彼の思い、人の存在の肯定するっていう感じですね。軋轢だったりとかいろいろ社会で起こる問題とかあると思うんですけど、もう少しこう寛容になりたいというか、人に対して許容するというか、今なかなか人間って難しくて、自分に対してもそうですし他人に対しても優しくなれる時間を持つといいなっていう感じの。生きづらい世の中に少しでも癒される作品を、そんな稲田郁夫にとって彫刻とは。彫刻はどうしてもこう時間がかかってしまって時代のスピードについていけないと思うんですけど、僕は彫刻の遅さみたいなものでもしっかり時代を反映できると思っているし、振り返った時に変わり続けてきたなって思えるような作品とかを作っていきたいっていう感じです。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家中村桃子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。